やっほー、こんにちは。ありたんこと白石ありさです。今日はね、じゃじゃーん、役員にあるスリランカモナラにやってきたよーん。店内はこんな感じ。もう日本じゃないみたい。ここはスリランカだー。スリランカなうー。このお店ね、口コミで大人気っちゃん。さあ、食べよう食べよう。ランチメニューを食べに来ました。さあ、どれがいいかな。すいません。ランチはね、11時から17時までやってます。メニューはこんな感じ。スリランカカレーがね、もうめちゃめちゃ美味しいと。やっぱね、スリランカ料理屋さんやけんね。もう店内の香りが超スリランカ。あ、そしてね、音楽がね、なんちゅう音楽っちゃろっていう、現地の音楽が流れよる。お、なんか来たね。はい。ランチセットの、これは、アイスティーが届きましたね。ランチまだかなっていうかさ、スリランカってどこあるっちゃろう。確かに。地球のどっか、調べます。でん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 、こんな音楽が流れてました。お、アイスティー、イエーイ、乾杯。お、届きました。センキューベリーマッチョ。もう私のめっちゃ大好きな、じゃじゃん、スリランカカレー、カリカレー。いただきます。うわ、お、どうですか、お味は。ぐーっと、もうね、本当にここのスリランカカレーは美味しいっちゃん。スパイスがね、やっぱ日本のカレーと違って深みのある美味しい辛さって感じかな。カレーのね、ルーってよりね、スープな感じなんよ。でね、このね、ご飯がね、またパラパラご飯、海外独特の。あれが美味しいっちゃんね。もう本当にこのお店大好き。私何回行ったかいなってぐらい通ってます。一緒にイベント出た方から教えてもらって、口コミで人気やけん、行ってみてって言われて。そう言ったらもうバリッバリ美味しかった。でね、このお店ね、現地の方が、やりよっちゃけど、このね、スリランカの方が優しいのよ。あ、そう、これでかくない？これおっきいっちゃん。じゃがいも、顔ぐらい。そしてサラダももりもり。このサラダのドレッシングも、日本じゃない感じの味がする。海外の空港に降り立った時の味がする。で、わかりづらいか。でもめっちゃ美味しい。いい食べっぷり。そして最後は、じゃじゃーん、締めのデザート。これはね、ヨーグルト味でブルーベリーのソースがかかってます。このカレーの後のアイスがさっぱりで最高なんよ。ごちそうさまでした。美味しくて手がくねくね。そうなんよ。ここのランチはボリューミーなんよ。一食で満足。はい、お会計が950円です。はい、ありがとう！ Thank you！ 美味しかった！ Thank you very much！ また来るね。さあ、美味しかったですね。みんなもよかったら行ってみてね。